クリエイターとしてまだまだルーキーみたいですね。エボリューションのためにもっと自分をエクステンションしないと。必要なのは新しいエクスペリエンスでしょ。でもどうしたらいいんでしょうか。カラフルなロコの世界へみんなを招待します。あなたの色をロコに教えてください。この衣装はまさしくロコアートそのものです。オフの日、一日中かけてデザインをブラッシュアップした甲斐がありました。プロデューサーベリーサンクスです。こんな衣装をもらえてとってもハッピーです。ロコのソングとデザインのマッチングをサジェストしてくれましたよね。そんなことないです。ロコはソングとのマッチングはあまり意識してはいませんでした。だけど実際に着てみたら、どんなパフォーマンスをしたいのかイメージがどんどん湧いてきて、もしかしたらこのマッチングを通してアイドルのロコ自身が新しいアートになれるかも。シアターのみんなって全員分ですか？それはアメージングなプランですね。例えばアユモにはソーダファウンテン、モモコはビタースイートなフロートのイメージとか、それからゴシックテーマでもアンナにはビビッドなワンポイントを加えて、ユリコはフォーマルにして、それからスバルはスバルはどうしましょう。キュートだけど、でもアクティブなフォームが、アイディアが出すぎて止まりません。一旦ストップさせてください、プロデューサー。そうですか。そうですね。ではいつかコミットするためにいろいろ考えておきますね。その時が来たら、衣装だけじゃなくシアターの隅々まで全部ロコナイズしてみせます。プロデューサー、今日はロコのお願いを聞いてくれてサンクスです。どうしても今日は PV の中でこの絵をコンプリートさせたかったので、これは昔スクールのアートルームでドローしていたものなんです。フィニッシュできずにしばらくそのままだったんですけど、ここで続きを描きたくなりました。完成像がイメージできなかったんです。何かが足りないって思ってしまって、
アートルームの片隅でずっと考えていても、仕上げをどうしたらいいか思いつかなかったんです。窓辺の鳩たちを見ながらいろいろ考えたんですけど、いいアンサーを見つけられませんでした。はい、あくまで今のロコにとってのアンサーですけど、イメージができたんです。ふさわしいカラーを探してイメージを形にしっかりエクスプレッションしたいと思います。アンサーをイメージできるようになったのはプロデューサーのおかげでもありますよ。そうです、プロデューサーがロコをアイドルにしてくれたから。アイドルになってシアターのみんなと出会って、みんなの違うワールドやカラーに触れて、だからロコはエクスペリエンスを重ねることができて、ロコのワールドも広がったんです。イグザクトリーです。ロコはまだまだ成長しますよ。もっとクリエイティブに、もっとカラフルに。プロデューサー、これからもロコと一緒にいろんなアートをクリエイトしていきましょう。